ような気がします。
11時3分。お疲れ様でした。ウィンウィン二郎です。5月27日、7の日。今終わりました。いやー、疲れた。いやー、よう粘りましたよ。一応今日は4800枚。福沢諭吉、一人切られて、野口英世、一人切られました。それでは帰りながら総括したいと思います。それでは駅まで例のごとく何分か測りたいと思います。用意スタート。さあ、例のごとくほぼラジオですよ。マルハン宇治家店を背中に歩いております。駅の方まで。いやー、相当きつかったな。何がきついかってね、最初合わせてだと思っちゃったからね。歯です。夕方に気づきましたね、違うっていうこと。まああくまでもこれは僕の独断と偏見の判断ですけどね。奇数設定でしたね。多分設定は入ってると思うので、ゲー設定だと思いますね。じゃないとね、あんな旗当たり良くないからね。謎あたり少ねえなーなんて思いながらも打ってたんですけど、200分の1切ってたんでね、なかなか痺れましたね。夕方の何時ぐらいだったかな、あれ7時ぐらいかな。僕必ずやめる演出があるんですけど、それが7時ぐらいに来ちゃったのかな。どういう演出かっていうと、槍なんですよ。右から来る槍ね、杖じゃなくて槍。槍で外れたんすよ。普通だってやめるんすよ。でも周り見るとね、要は僕より上の設定が稼働もないっていうのもあるんですけど、ないので、これはこのお店の最高設定はまあハーデスコーナーに限りなんでしょうけど、設定あーではなく、ゲー設定が最高設定なのかななんて判断しまして、ちょこちょこ動くよりは、まあ昨日みたいにね、まあ天井まではいかなくても、まあ一発逆転みたいな感じでダダダって出ればいいかなと。そしてゴッドも引いてませんでしたからね。まあそれにかけたんですよね。で、昨日も言いましたけど、栃木の今回は攻めて攻めて攻めまくるって決めてたので、福沢諭吉10人、野口英世1人使いましたけど、まさかあんなに使うと思わなかったですね。だってね、ちょ玉で3000枚ありましたからね。そのまま持ち越したので、福沢諭吉5人やり、持ちながら今日さらに福沢諭吉5人追い金しまして、さらに天井間際足りなくて野口英世1人使わせてもらいました。わー、運よく天井行ってくれたからよかったけどね。天井行ったらね、設定ゲーだったらバーって出るんですよね。まあ一応経験上ね。で、結局4800枚出たので、まあ結果今日までは野口英世が1人と福沢諭吉1人切られました。はい、つまり負けですね。負け。昨日勝ってたのに。ちくしょう。問題は明日ですよ、明日。リベンジする？リベンジね、するほどね、ちょっと気力が若干少ないですね、僕。あとね、パチンコなんですけど、パチンコも見ましたよ。はい。試し打ちはちょっと時間なくてできなかったんですけど、まあ簡単に言うと、スイートじゃなかったですね。はい。それで感じ取ってください。まあ普段はね、僕好みの釘じゃなかったから打たないとかね、そんな感じで言いますけど。朝ね、ちゃんと見てますからね、僕は。本当にスイートだったら、実はパチスローよりパチンコの北斗無双行こうと思ってましたからね。まあでもよう大負けにならんでよかったっすよね。
頑張りましたよ。もう店員さんもねギリギリまで僕打ってたからね、もうなんか後ろで応援してましたよって言ってましたね。まあありがたいですね、なんかねそれ背中で感じてましたよ僕は。もうねやっぱね意地でもね勝つっていう意識がねやっぱ大事なんでね、はい、本当諦めたらねそこで終わりですからね、はい、もう昔からこの性格は決まってますから、よう折れなかったな本当に。なかなかですね本当まあ、栃木はね昔10年ぐらい前かな、ほんと茨城と栃木を行ったり来たりしてまして、ボスとかね、ゼントとかね、あともう今なくなっちゃったのかな、宮殿プラザっていうのね、もうほんとよく行ってましたね。まあ、その当時はねマルハンはあんまり行ってなかったんだよね。マルハンはどっちかっていうと都内とか、まあ本当神奈川とかそっちをよく行ってたんですよね。さあもうすぐ着きますけど、まあもうすぐ着くんでね、栃木の思い出をちょっと話しますかね。そうですね、僕が吉本の NSC 入る前、まあ、約10年ぐらい前ですかね、栃木行ってまして、一番思い出に残るのはやっぱり大英小山店ですかね。まあ、そこでアラジンディスティニーという CR 機ですげー出したっすね。あと宮殿プラザっていうとこでも出しましたね。はあ、釘がすごいスイートでしたもんね俺意外とかかった30分、宇治駅もう通り過ぎたんですけどね、まあゆっくり行ったんで25分ぐらいですかね。あとね話戻すんですけど、マルハン宇治駅ジャグラーがメインでしたよね。やっぱ一番多かったですね。オキスロがね意外と少なかったんでね、6台だったかな、5台か6台ですよ。南国物語とオキドキトロピカルですよ。しかもね、オキドキじゃないんですよね、土地柄ですよね。その分ミリオンゴッドが多かったな。まあ、ハーデスもそうですけど、あとね、なんだろうな、特徴って言ったら角に入れないかな、なんか気持ち的に、で、あとね気づいたのが面白かったのが、前日の6日の日に、まあ、要はデータ取りに来るメモル君みたいな子がいるんですよ、何人か。で、その昔だったら手帳持ってねメモって次の日に備えるんですけど、今携帯があるじゃないですか。で、携帯を写メを連写してずーっと筐体を撮ってたっすね。あれ多分ね、据え置きとリセットを調べてると思うんですよ。なんでかっていうと、同じリール配列で多分回してないとリセットじゃないとか、そういうのがあるんじゃないですかね。連写でバリバリ撮ってましたね若い子がまあ、ああいうのでそこ行かないと分かんないですよね。面白いですよね、なんか新たな発見です。着きました、ホテルに。